ジム・クレーマーは去年、荒いパフォーマンスにもかかわらず、彼が買う価値があると考える e コマースのリストを提供しました。ここにはまだ私が応援したいと思う e コマースがあり、真に収益性を優先したものがある。Etsy、Shopify、Pinterest、Mercado Libre、Chewy、Prologis。コロナが大流行した時期、消費者は店頭ではなく、オンラインで買い物をしたため、e コマース銘柄は急騰しました。しかし、経済が回復すると、消費者は商品よりも旅行や体験への支出を優先するようになったんです。この変化に加え、FRB の利上げにより、e コマース関連株は昨年の高値から急落した。クレーマーは e コマースの苦戦は一時的なものだと考えているが、e コマース銘柄を買うにはまだ時期尚早であると警告しています。e コマースのリーダー銘柄、Amazon に対する最大の懸念は、さらなるコスト削減が必要であることだとクレーマー氏は言っています。Amazon は今月初め、1万8000人以上の従業員を解雇する予定だと発表した。これはかなり大きな削減のように見えるかもしれないが、100万人をはるかに超える従業員を抱える企業にとって、これはごくわずかなものに過ぎないとクレーマーはおっしゃっています。しかし、Amazon の株価はいずれ底を打つと彼は言っています。この企業はいずれ大きく復活し、株は絶好の買い場になる時が来ると思う。